この話は僕にとって少し恥ずかしかった最近の出来事についてです。毎年、僕の大学の日本学科の2年生が先生とブリュッセルの日本人学校を訪問して、あそこの小学生と一緒にいろいろなゲームをしたり、日本語を練習したりする機会をもらいます。2年生として私もこの間、ようやくその楽しそうな機会をもらいました。そのため、2年生のみんなが3、4人でグループを組んで、時刻について短い発表を考えなくてはいけませんでした。なので、僕たちがアントワープという町に関係がある話を説明してあげて、その後、みんなでゲームをしました。ゲームは日本語に翻訳したら、船長、渡ってもいいかいと言います。ベルギーの小学校でよく遊ばれているので、僕たちも子供の頃そのゲームにいい思い出がありますし、今度の小学生にそのゲームを教えてあげたいと思いました。ルールはかなり簡単だと思いますから、ちょっと一緒に想像してください。まずは準備です。まず、遊び場が白いチョークの線で2つに分けられています。次、2人の子供がその線の上に立って船長の役を果たしています。他の子供たちがその線のどちらかの川のセンターにいて、そこを一列に並んでいます。今、準備が終わりますので、ゲームを始めましょう。あとね、毎回始まりにセンターに立っている子供が船長に渡る許可をお願いします。船長がそのためルールを一つ考えてみんなに伝えます。ルールは例えば、片足だけで走っている子供は渡れることです。でも、もしルールが守れないなら、向かいに一生懸命走るしかありません。でも、ルールに従わないで船長に拉致されたら、あなたも船長になって、一緒に船長と一緒に他の子供たちを捕らえなくてはいけません。いいアイディアですね。そう思いながら、僕と同級生が船長の役を果たしてゲームを始めました。ただし、ルールを考えながら、ちょっと恥ずかしい日本語の間違いをしてしまいました。残っている子供の少数がピンクのズボンを履いていました。そのため、その子供だけが渡れるルールを作りたかったんですけど、なぜかズボンじゃなくて、英語の他の英語のパンツに似ている単語を使いました。つまり、大勢の12歳の子供の前だけではなく、先生方の前でもピンクパンティを履いている子供を渡るようにお願いしてしまいました。もちろんその後みんなが笑いましたけど、その時僕はすごく変態のように感じました。これからそんなよう間違いを申しません。絶対に。以上です。